それではニュースです。ロシア人女性がブリーフケースと結婚したというニュースが今話題になってるみたいなのよ。でその女性はね、モスクワ出身の24歳の女性で、今年の6月友人らと共に結婚式を挙げて、で見事ブリーフケースと結婚したんだって。で3年前に普通の男性の人と恋愛してたんだけど、去年別れちゃったのよ。その頃から人とか犬とか猫とかの生物以外のものに愛情を抱くという、いわゆるなんか対物性愛っていう、そういうなんか感情っていうのがあるらしいのよ。そういうのがね、出始めちゃって、で写真を撮るために買った小道具のブリーフケースだったんだけど、だん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 そのね、名前がギデオンにね、恋するようにね、なっちゃったんだって。で彼女が言うには、このギデオン、略してギデ、ギデとね会話するときは精神的な接続のコミュニケーションになるんだって。だからテレパシーのような感じでなんかお互い話し合ってるらしいんだけど、周りから見ると独り言言ってるようにね捉えられるんだって。それで今年の5月にギデからちょっと頼むわってね、プロポーズを受けたみたい。で法的にはね認められない結婚なんだけども、人生の中で最も幸せな瞬間だって言ってるみたいよ。で彼女はね、人々はもう少し他を理解してほしい、いつか対物性愛が全世界にもっと知られ、私のような人がもはや少数であるかのように感じることがないように願うと話しましたって。ファンク的にはお互い好きなんでしょ、いいんじゃね、いろんな愛の形ってあると思うよ。だって結婚せずにいられないほど好きなんでしょ。フィッシャーズ、ペケタン、犯罪じゃなければさ、いいんじゃないかなってなんか思うよ。だって前にね、連れの友達でさ、キンキキッズの堂本光一の大ファンの女の子と一緒にね、会話する機会があったんだけど、確かに顔綺麗だからかっこいいよねって言ったら、顔が綺麗とかそういうんじゃないんですって言う。彼が好きなんじゃないのって言ったら、彼が好きというよりも彼の発する王子のオーラが好きだって言う。王子のオーラ、イコールだから彼の魅力でしょって言ったら、いやそれがね、ファンク分かってないって言われたの。意味が分からなくて。彼が素敵で綺麗な顔立ちしてるし、だから、なんていうの、美男子のそういうオーラが出て、それが、そのオーラが好きなんでしょって言ったら、違うんだって。王子のような高貴なオーラなんだって。なに、いい男だからそういうの出てんじゃないのって言ったら、それが違うって。会話が成り立たないのよ。未だに意味が分からないの。でも彼女は、コンサートがめっちゃ行ってね、グッズとか買ったりして、どんどんこいつの発する、そのオーラに照らされてるのがなんか幸せなのかなとは思うのよ。本人がそれが大好きっていうのかしょうがないと思うの。それでね、今回の彼女が言う通り、対物性愛のね、事例が数年に一度報じられる程度のね、割合なんだって。で中にはベルリンの壁やね、エッフェル塔とかね、あと結婚に至らなくてもオルガンとか、地底油田の採掘装置、マニアックだな、あと建物とかコンピューター、車にね、恋愛対象にね、なってしまう方がかなり多いらしいよ。車がね、もう女性のように見えてしまうっていう男性のやばい画像は見たことあるよ、いっぱい。何やってんのこの人って。でも好きなんだからしょうがないよ。それでキャラクターやね、フィギュアとか、あと 3D のね、モデルの人とかに感情を抱く行為で、人に置き換えられるものは、対物性愛にはならないんだって。人に置き換えられないもののことを対物性愛って呼ぶんだって。それでね、2011年にね、ポーランド南部のクラクフに、ね、住む男性、トマス・ウリノウィッチさん、当時37歳の方がね、海外と結婚したのよ。
で、その絵画が好きっていうのも、絵画に映ってる女性の人がすごい好きだったんだって。で、周りの人はね、この絵は56年前に描かれた絵だから、もしかしたら生きてないかもしれないし、で、年齢もかなり離れちゃうじゃん、もしいたとしても。だから、やめてた方がいいんじゃないかって止めたらしいんだけど、彼はもうね、どうしても彼女じゃないと嫌だって言うんでね、探し続けたんだって、もう10年近く。で、最終的に見つからなくて、それなら、結婚しようって言うんでね、まあ、ポーランドでは、絵画と結婚すること、合法じゃないのよ。もし合法な国があるんだったら、そこに、国籍を移して結婚するっていうまでの固い意志を持ってんのよ。子供好きなんだからしょうがないと思う。なんだかんだ言ってね、好きなのよ。パンクな地元のラーメン屋さんで、おばちゃんが一人で切り盛りしてるとこあんのよ。もう今潰れちゃったけどね。でね、そこのね、お父ちゃんが全然働かないのよ。で、いつも、あんたなんかいなくなってくれればいいのよとかさ、もうめちゃくちゃ言ってたのね。で、たまたま、いや、そのね、お父ちゃんがね、よく、レジからお金持ってったりとか、お小遣いちょうだいって来んのよ。そういうのにね、まあ、ファンク若いとこからずっと見てたんだけど、そこのね、おばちゃんがある時このこと言ってたのよ。なんであんなしょうもないのに、別れないのかねって。ね、自分で自分に問いかけてるのを、ファンクになんかね、ちょっと、ポソって言ったのね。そしたら、好きなんじゃないですかって言ったら、何の顔でって。いや、でも、ずっといるってことは、なんていうの、ほっとするとかそういうのもあるんじゃないのかな。まあ、昔のさ、ご夫婦でそういう方多いじゃない。要は、好きなんや。いや、もうこればかりはしょうがない。好きなんだから。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃ、ファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京刺激クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれって、どういう意味かしら？